これはちょっと改めて浪川さんとの関係性はっていうことなんですけど、うん、はいはいはい、もうでも知り合って長いですもんね。長いですね、うん、最初に浪川さんを見かけたのは、うん、赤坂の東北新社のスタジオで、うん、あの浪川さんが親の顔に唾を吐く少年の役をやってたんですよ。そこだけ撮ったらおかしいじゃん。すごい覚えてる。まるで僕が親の顔に唾を吐いているみたいな。不良少年の役をやってて、僕はもう初めて業界に入って初めて、わジョン・コナーの人やと、あの人が浪川大輔さんかと、なんかねびっくりした。なんか僕ね正面ぐらいから見てたんですけど、まあそうだろうね、だいぶ前だからね、もう30年近く前だからね。そうなんかね気配が変わるんですよね。気配が変わる。マイクの前に立った瞬間に、あ、僕の気配が、気配が変わるんですよ。で今みたいに温和な雰囲気じゃなかったですね。あ、そうね、すごい尖ってた。やめて。だから唾を吐く姿がすごい導入ってた感じがしました。すいません、すいません、だいぶキャラ変したからでもあのプッて言った時唾は出てなかったです。いや当たり前、声優だからそうそうそう、そこがすごいなって思いましたね。そう、すごい。え、何、事前インタビューで浪川を怖い、あ、何、どういうこと。で進行役、細谷くんでいい。じゃいいんですか。あ、受け入れた。ありましょう。え、すごい。やもう進行でしょ。うん、 MC ですよ。完全に表回しです。え、待って待って、え、表回しと裏回しがいるんですか。そうですね、大体は。じゃあ私が表だって。うわ、だから月でいうとこの表ですね。月でいうとこの裏を。悪いとこばっかやないかお前。いや違う違う違う、何が黒いねん。だからね、その やってみたいですよね。ああ、やった、うん、じゃあいいじゃん。じゃあ細谷くんがちょっと回しでいくということで。そうですね、やりましょう。そうだよね、よし、じゃあ行こう、うん、じゃあ細谷くんお願いします。やりますね、僕進行しますね、うん、あのなんとですね、あの今日の我々の初めての夜遊びをですね、うん、昨日の放送で、うん、蒼井翔太さんが、うん、あの得意のタロットカードで占ってくれたみたい。いや嬉しいじゃん。蒼井さんのタロットはね、うん、当たると評判ですから。あ、僕も結構当てられて。あ、もう何、やってもらったことあるんだ。あります、あります、結構しっかりね占ってくれたみたいなんで、あ、ちょっとね VTR があるみたいなんで、ちょっと見てみましょう。見てみよう。 VTR じゃない、うん、モニターに画像、カンペなのに喋ってる、あの人モニターお前ちょっと待って、初めてなんだから。初めて MC やるんだよ、ね、僕は。ねえねえ、あのクレームの木曜日から卒業したいの。クレームの木曜日、もう誰と話したん今。林ね、林。そうそう、あの林さんって言うんですか、あの人、うん、あの人林さんって言うんですね、うん、僕もモニターに画像出ます。そうだよ、カンペ書いてくれればいいの。喋ってどうするんですか。喋ってどうするの。じゃあ画像出しますね。あ、お願いします。お願いします。あ、来た。新木曜のテーマ、新しい突発的なアイディア。へー、どういうことだろう。これはなんとなくわかりますよ。もうわかんの、すごくない。え、が必要、まあ、だから突発的なアイデアが必要なんですよ、我々には。だからこうやって話してる間に、うんうん、あ、これアイデアじゃないみたいなことじゃない。ほう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 。え、さっきの蒼井さんの画像で全部描けばいいのに、なんでが必要だけカンペで出すんですか、あの人は。そういう、そういう、あれ、怒んな、怒んな。ああ、そう、怒ってるわけじゃない。疑問を投げてる。怒んな、怒んな。突発的なアイデアですよね、うん、まだでも分かんないよ、それじゃあ。突発的なアイデアだけじゃ。そうですね、だからテーマでしょ、新しい突発的なアイデアをテーマにして、うん、だからこれまでのその MC とか、うん、これまでの夜遊びとかとは全く違う雰囲気に目標していこうってことじゃないですか。なるほど、独特な感じになる。独特な感じにね。あ、なんか吹き出物すげえできてない。そうですね、ちょっとこれニキビって言えないんですかね。アプリすげや。そういうことですね、うん、なるほど、なるほどね。ま、あ、これだけじゃないんだ。あ、まだ占いあります。次の1枚じゃあ見てみましょう。どうぞ、細谷さん。あ、未だに浪川さんの勝手がわからない手探り状態が僕だと。おう、浪川さんは根拠のない安心感がある。なんかバカっぽくない俺だけ。待って待って、え、これ逆じゃないですか。いや、でもさっき言ってたことだよ。だから浪川さんは実は、うん、分かってるけど、うん、どの面が出すのかなっていうので手探りで、こういう時にバラエティの時にどういう浪川で来んのかいみたいな。確かに確かに。ことなんじゃない、細谷くんから見たらです。確かに確かに。僕から見たら、そんなことはないですもん、やっぱり。僕の感じですか。だから僕がやってるのはいつも通りな感じだけど、細谷くんは、ん、それは本当の浪川かいって多分思ってるでしょ。うん、
若干ありますね。でしょ。だからそれがそうなんじゃない、勝手が分からない、手探り状態っていう、ね、これから分かっていかなきゃいけないんだ、うん、でまだ僕はいろいろなところが腹黒い、黒い波川って書いて、いやそれは違う、それは翔太言ってない、それはあの何も、うんうん、てあのテロップな、それは、うんうん、これタロット占いじゃない、これはあのこれはさっきの悪口ですか、ね、悪口じゃねえ悪口だったら嫌だよモニター3枚目、あ3枚目、うん、3枚目いきましょう、うん、どどん、いいじゃないですか、これがでも占いで出るってすごいことだよね。だからね、僕ね、あ、4枚目出しますか、4枚目もあるんですか、じゃあ4枚目もお願いします、どどん、短所、波川さんの短所、何の準備もせずに手ぶらで来る、細谷の短所、洗濯を迫られるとしどろもどろになっちゃう。あー、意外にでもね、これちょっとね、あ、外れてるところあるんですよ。どっちどっちどっちが外れてる、僕が、僕の、僕に関して、俺は波川さんは合ってると思う。やめてよ、でも仕事全部こうみたいになっちゃうじゃん。いやそれはなんかこうアフレコとかでなんか役を作ってっていう時は準備をされると思うんですけど、こういうなんかトーク番組の時はもうあうの呼吸だよみたいな感じのイメージはありますよね。あ、そうなの、なんかもう感覚で何とでもなりそう。あ、そうか、あくまで占い。でちなみになんで細谷君は違うの。僕が今日何の準備もせずに来たからですよ。お前してこいよ少し。いや、これはちょっとは、これはね、違うんですよ。やっぱり自分の初 MC やろ。確かに。だから初 MC で準備をしすぎて良くない感じになるだろう私はと思ったんです。だって細谷君お芝居の時めちゃくちゃ準備してくるじゃん。そんな感じでもないです。でもねえ、あれそうでもね、あれが結構僕感覚なんですよ。ああ、はいはい。あ、え、あれそう感覚でやってるの。あれ結構そうなんですよ。うっそ。最近はもうなんか、ああはい、よしって、これが一番いいと分かってる。サボってるんじゃないですよこれ。これね、なんか言うとサボってるみたいじゃないですか、うん、あの何回理論を積み重ねても、うん、直感のひらめき一発には勝てないですね。だよね。そうです、分かってますよね。分かる。そうですよね、うん、ほら、いや天才2人が揃っちゃいましたねこれね。うん、天才肌細谷。まあまあでもこれが占いで、うん、あ、まだあんの、あ、もう一個あんだ。あ、じゃあちょお願いしますよ。